な時間になっちゃった。すみません、住民票をいつお願いしたいんですけど。それではあちらで用紙のご記入をお願いします。え、あんなに並んでる。保育園の迎えもあるのに。失礼ですが、マイナンバーカードはお持ちでしょうか。確か前に作って家にあった気が。マイナンバーカードをお持ちでしたら、コンビニなどにあるマルチコピー機から住民票などの公的証明を発行できますよ。え、そうなの？しかも午前6時半から午後11時までご利用いただけるんです。仕事帰りに子供を迎えに行ってからでも間に合うってこと？はい、それだけじゃなくて、マイナンバーカードとスマホを組み合わせれば24時間いつでも役所への届け出ができるんです。健康保険証のほか、今後は運転免許証との連携も予定しているので、これ1枚で OK な時代になるんです。でも個人番号も記載されているのに持ち歩いても大丈夫なの？もちろんセキュリティ対策も万全なので安心してお使いいただけますよ。マイナンバーカードって日々進化しているのね。早速コンビニで住民票を取ってみるわ。皆さんもマイナンバーカードの便利な機能をぜひ使ってみてください。